様でいいか、トヨラクタイか。はい、こんにちは、チョンラクタイトヨでございます。私がただいま来ておりますのはバンコク、サミティベート病院でございます。バンコク在住のね、日本人の方もよく利用される病院ですね。すいません、ちょっと今雨が降ってるんでね、後ろ映ってないですけど、こんなところです。はい、で場所はどこにありますかと言いますと、ソイスクミと45を入ってきたところですね。BTS で言いますと、プロンポンと、トンローの間ですね。まあ、トンロー寄りのところでございます。で今日ね、私は、まあ、ちょっと喉が痛いので、外国来てるので保険も使えますしね、まあ、日本に帰るまでね、病院、まあ、せっかくなんで行こうかなと思ってね、来ました。で私いつもね、バンコク病院行ってるんですよ。なのでね、ここで診察受けたことはないんですけども、まあね、知らないのもなんなので、一回じゃあそこのサミティベート病院行ってみようかということでね、来てみました。ということでね、今回は、サミティベート病院で、治療、ね、診察を受ける、動画でございます。もちろんね、この院内というのはね、撮影特に診察中とかね、まあ、できないので、まあ、感想みたいな形になると思いますけど、よろしくお願いいたします。なんか入ってきましたけど、車はこれ上に行くのかな、上で降ろすってことなのかな。タクシーとかここで乗れるみたいですけど、まあ、とりあえずね、受付行かないといけないので、まず受付にね、受付どこなんだろう。この売店が、まあ、向こうセブンイレブンがありますね。並んでます。サミティゲートプラザというところに入ってきました。で、受付は多分ね、こちらではないはずなので、とりあえず上に登ってきてみようかな。はい、2階にね、登ってまいりました。まあ多分ここのどこか、この辺り歩いてみれば、どこかにね、受付あると思いますので、ちょっと行ってみます。はい、あ、車で来るとここなんか書いてあります。ご来院の皆様へよう確認、院内の診察手順に協力をお願いしますということで、一般診察にお越しの方は日本人相談窓口で受付、16時以降は本館1階、16時までは多分ここのどこかかな。で、まあコロナとかだとこっちになるのか、自分喉が痛いので検査がいるのかな。まあ、私の場合喉が痛いのでここですよね。で、24時間以内の ATK 検査は実施してないので、ここから入らず、自分で購入し検査、ここからは入るなと。日本人相談窓口にして受付、とりあえずこっちに行かないといけないってことかな。こっから入るなってことですよね。多分こっちには入れてもらえないということかな。とりあえず呼吸器なんとか特設クリニックに行ってみようかな。はい、まずね、 ATR 検査だっけ、まあ、そこをね受けてくれということで、陰性だったら、まあ、内科の方で診察で、もし陽性だったらこっちの方で、まあ、多分コロナの診察みたいな形になるんだと思います。はい、で初めて来たんですけどね、もういろいろ最初ね、受付に行ったら、日本人ですかって言われて、日本人はこっちですって言ってね、日本人デスクみたいなところにね、案内されました。で、そこで受付をしたんですけども、いろいろね、書類、まずパスポート出して、まあ、必要事項、いろいろ書きました。連絡先、日本の連絡先もね、何ですか、他の人の、身元引受人というかね、まあ、それもね、書いてくれって言われてね、もしなんかね、命に関わることとかで判断できないことがあったら連絡取らないといけないんでとか言われて、喉が痛いって来てるんで、そんなことはないでしょと思ったんですけど、まあまあ書きましたね。マスクもらいました。マスクあったらちょうだいってね。病院に来るんでマスクしてきた方が良かったんですけどね、すっかり忘れてましたね。病院来るつもりではあったんですけども、
カバンの中に入れてホテルに置いてきてしまいました。はい、で今ここでね ATK 検査というやつをねやりましたね、初めて。まあどんなことやるのかと思ったら、PCR 検査と同じように綿棒みたいのでね、鼻に突っ込まれてねやりましたそんな目 ATR ほどじゃあ PCR ほどねそんなグリグリはなかったんですけどね。でここでね結果が出るまで10分待ってくださいということです。 ATK 検査でしたっけ、これのね結果が出まして、コロナではないということですね。これなんタイ人がね Facebook にアップするのをよく見るんですけどね、2つ出るとアウトなのかな、まあ、とりあえずよくわかんないけど私はセーフということで無事、中の診察の方に進めます。受付終わりまして、とりあえずね呼ばれるまでここで待ちます。診察が終わりまして、呼ばれたかな、で会計とあと薬ねもらって終わりです。で非常にねこじんまりとしてますね、こじんまりとしてるというかね、自分が今回ね受けたところがもうものすごいコンパクトでね、まず、まあ、ここが今ね会計なんですけど、このね左が右側のとこがねここですね、ここが日本人の専用受付で、ここが内科の受付で、その向こう側に、まあ、診察室があると。なので、まあ、今回ね私はコロナ検査行ったので、ね、ちょっと外行きましたけど、もう普段だったらここで受付して、ここでやって、ここで会計して終わりみたいなね、まあ、そんな感じでございます。このねその日本人受付のところで呼ばれたかまだか、日本人その受付のところでですね、日本語か英語でも大丈夫かって聞かれました。で私は、まあ、英語は全然大丈夫じゃないんですけど、まあ別に喉痛いぐらいだったらね通訳なしでもいいんで、でね英語の方にしたんですけども、日本語にすると英語の通訳が日本語の通訳がついてくれるっていうことでね、まあ結局通訳の人ね来ましたねじゃあね、すべて終わりまして薬をいただきました。はい、で今までの流れ、まあ診察のね流れを簡単に説明しますと、受付してでまず待ってて、そんなにね待ってない、5分も待ってないぐらいかな。で呼ばれまして、まず最初に何測ったんだったかな、熱、血圧と血圧、ね、心拍数と熱と体重を測りました。身長は測らなかったですね、まあパッと見でどのぐらいっていう判断なのかわかんないですけど。でまた待って3分ぐらい待って、で、診察しました。先生の、部屋に入りました。もうすぐね横にある部屋です。でそこに入ったら、まあ両替じゃなくて通訳の女の子が、まあ、一緒に来て、で、まあ、先生と話をして、その中に看護婦さん的な人がいるじゃないですか、まあ、先生のサポートするような。で、バンコク病院だとその看護婦さん的な人はやっぱり、ね、白衣みたいな服を着てるんですね、真っ白じゃなかったような気が、水色とかだったかな、ちょっと忘れましたけどね、まあ、とにかくねそれっぽい服を着てるんですけど、ここの人はジャケットを着てましたねはい。でまあ診察終わって、先ほど、会計と、で会計もちょっと待ったんですけども、会計で待ったわけではなくて、これ今ねこっちここが会計でね、ここが薬もらう場所なんですね。薬が用意できた人から呼ばれるみたいなね、そんな感じです。で会計が、で呼ばれて、会計を済ませたらもうすぐ隣のねこの薬のところでもう薬を、もらうっていうね。で、ですので、まあ、会計で待って薬でまた待ってみたいなね感じはなかったです。
はい、でね、今回のね、金額なんですけども、2718バーツです。まあこれクレジットカードで払いました。で、私ね、あえてアメックスで払ってみたんです。もともとね、タイアメックスってあんまり、通用度が低いんですけども、まあ、去年とかね、全然アメックスが使えなくて、で、じゃあアメックスいいですかって聞いたら、アメックス OK でしたね。まあ、当然ビザとかマスターとか、おそらく JCB も OK だと思います。で、2718で、まあ、普段ね、私、風邪ひいてバンコク病院に行くんですけども、バンコク病院に、行くと、だいたいね3000バーツちょっとなんですよ。で、まあ、1万円ぐらい、まあ、今はね、円が安くなってるんで結局円建てでは1万円ぐらいって同じぐらいなんですけど、バーツ建てでは、バンコク病院でこちらの方が少し安かったですね。まあ、ただね、薬がね、今回もらったの喉が痛いということで、このスプレーね、スプレーと、まあ、あと熱が出たら飲んでくださいというね、解熱剤をいただきました。で、バンコク病院に行くと、まあ、バンコク病院行くとき、行ったときは熱っていうよりね、まあ、大体風邪とか言って行ったので、それで違うのかもしれないですけど、まあ、大体これにプラス毎食後飲んでくださいみたいな薬が出てくるので、まあ、3種類ぐらいね、大体もらうので、その違いとかがあるのかもしれないですけどね。まあ、とりあえず普段バンコク病院で、払ってる金額よりは、なんで1割ぐらいかな、1割ちょっとぐらいね、安かったですね。せっかくなのでちょっとね、この中を見ていってみたいと思います。さっきね、外から道から見た時にね、なんかこの右手の方にね、大戸屋の看板出てたんでね、何かレストラン街みたいなのがね、多分あるんじゃないかと思います。ここすごいですね。なんか宮殿みたいな感じでね、ちょっと行ってみたいと思います。これ先ほどの会計の、まあ、すぐ横なんですけどね、こんなレストランがありますね。ここもなんだろう、なんかサロンみたいなとこあるな。ここにね、大戸屋がありました。大戸屋だけなのかな？これ受付のあるところですね。特にレストラン街というわけではないですね。最初ね、入ってきたところ、まあそこにね、お店が、いくつか入ってましたけど、あそことここだけみたいな感じですね。あと中野カフェ的なところと、でこちらに無料のシャトルがあるみたいです。エンプリウムタワーってどこだろう。まあ多分プロンポンのエンプリウムデパートのあの辺ですよね。これ日本語しかないということは、あれなのかな、日本人用にしか運行されてないってことなんですかね。こっちみたいですね。しかもあれかな、1箇所1路線しかないのかな。ここにね、社食みたいなところがあるんですけど、スタッフオンリーって書いてましたね。これここみたいですね。あそこに出てますので、この番みたいです。ではね、乗っていきたいと思います。はい、なぜかね、違ったみたいです。なんかここの外に出てとか言ってましたね。これか。あ、ここに番出発待合室、1時間1本、今3時5分なので、あと25分待ちか。ここにもあるな。これはオクシャークロンバーン。オクシャークロンバーン、どこ行きだこれ。 BTS だから多分トンロかな。じゃあトンロだったら3時20分に出てるってことだな。トンロピアってとこだ。はい、まあ一応こんな感じでね、バス出てるみたいです。あ、これか、 BTS プロンポンもあるじゃん。で、 BTS プロンポンってさっきのエンポリウムなんとかで違うのかな。あ、違う、アスウォークもあるな。
麻生区トロンポンって書いてありますね。これがエンポリア、エンポリウムって書いてあるな。エンポリウムって書いてあるけど、これとあれは時間が違うぞ。まあどっちかわかんないですけど、まあとりあえず今3時過ぎてるので3時半ってことですね。でこれはスクンビ51だから、トンローだったらこの51だったら、まあ結構トンローの近くまで行くということですね。でこれは結局なんだろう、これはよくわかんないけど、あ違う、これこれだ、麻生区プロンポンですね。はい、はい、ということで今回、スクンビット49にありますサミティベート病院の紹介でございました。もしこれからね、バンコク旅行等でいらっしゃった方で体調悪くなって、まあ、初めてサミティベート病院、かかりますよという方、参考になれば幸いでございます。はい、ちなみに、ね、ここはね、2階の、出口からスロープを降りてきて突き当たり左に曲がってきたところですね。待合室でございます。ではご覧いただきましてありがとうございました。コクマカップサワディークラブ。